本当にあたかも葉っぱが色変わってってるみたいに見えるんですよね。キラーン。はい、毎度こしやすつららん。本日はですね、散歩してるとどうですか、これ綺麗な花でしょ。これね、草いちごって言うんですけどね、これが咲いてたので、で構図もすごく良かったので、まあね、自粛期間もまだ続いてますので、これを屋内スケッチしてみたいと思います。今回はね、透明水彩で着彩をしようと思ってます。まあ絵を描く時のポイントとしては、このね、可憐な花ね、すごいですね。これふわーっとなってて、で草いちごってね、食べることができるんですけど、この真ん中のぼんぼりみたいなのが熟して実になるんかな。で、このね、こういう銅葉色っていうんですかね、先先端に行けば行くほど、このちょっとね、切ったんあかんで、それトゲあるで、ちょっとこうなんか銅色にね、ブロンズ色になんか変化してるあたりなんかをうまく絵の具で表現できたらいいなと思います。それでは描いてみましょう。はい、今回はね、やや大型のスケッチに描いていこう、と思います。マルマンさんのドローイングブロック F6 サイズですね。ちょっと大きめですね。で、最初に線描きしていくのは普通のなんてことないユニスターのね、2B ですね。キッターン。あんたツララーン名物になってるで、ちょっと。今回のね、のいちごはね、右に枝が大きく張り出してる構図になりますので、スケッチブックも横長の構図を生かして描いていきます。やめなさい。今回もね、自分流に当たりとかつけずに、いきなりね、ぶっつけ本番で鉛筆で実線を描いていきます。まあいつも言ってることなんですけど、実物よりちょっと大きめにね、心持ち描くようにしてるといいスケッチができますね。陰影付けも同時にやっていきます。ものすごいね、これおしべが多いんですよ。多いんですけど、ちょっとね、頑張って根気よく描いていきます。まあ少々ね、全体の塊が分かってたら、ちょんちょんちょんシュシュシュでね、まあ雑にって言ったらあれやけど、簡略化して描いても大丈夫やと思います。長い線をね、引くのに難しい時は、一旦止めつつね、少しずつ進めていくと長い線は描きやすくなります。
ここと、ここの葉っぱの間にね、空間がないですよね、実物は。でもスケッチでは、ね、やっぱりね、消しゴム使わずにずっと続きで描いてると、バランスが悪くなってね、こことここの間に空間ができてしまいました。でも、こういうことがあっても焦らずにね、消したりしないで、もう空間が空いたら空いたで、もう空いたまま描いてしまいましょう。ちょっとね、やっぱりずれたり、葉っぱの大きさが大きくなったりちっちゃくなったりはすると思うんですけど、気にせずスケッチすることが大事だと思います。ちょっとやったらいいな。でね、こう目いっぱいかけるとこまでいったら、ここでね、バッテン印しておくんですね。余白にね、またバッテンをして、こっからさっきの続きを書いていきます。こういうことをね、よく日本画のスケッチではしますね。はい、ではいよいよ彩色していきたいと思います。あらかじめね、パレットにホルベインの透明水彩の具、使いそうな色を出しておきました。影になっている部分に先ほど作った影の色をつけていきます。影の際はね、水筆でこうやってぼかしておいてあげると自然な感じになりますよ。白い花の場合はあんまり影をね、しつこく入れない方がいいですね。白い花にね、見えなくなっちゃうので、本当に控えめに入れてください。自分が思うよりもちょっとね、抑え気味で影は入れといてあげるといいと思います。で、黄色の混ざったね、黄緑。若干黄色の混ざった黄緑で、花の中心を描いて、花びら側へぼかしていきます。このぼんぼりみたいなのを避けてね、花の中心こうやっていったら、花びら側へぼかしていく。こうすることでね、花のふわっとした感じが出ますよね、だいぶ。中心部分は青が強めの緑でね、ぼんぼりを描いてあげます。緑は緑でもね、部分部分によって全然違う表情を見せるので、それぞれ の特徴を捉えながら丁寧に色作りするのがうまく見せるポイントですよね。はい、今度はね、緑に少しだけね、朱色を混ぜて渋めの緑を作ります。これでね、葉っぱを塗っていきます。まあ、この動画では何回も僕言ってるんですけども、線描を大事にしたいので、僕は薄塗りで、しかもワントーン明るめに色をつけていきます。こうすることで、後でスケッチブック開いた時に、各部分がわかりやすいし、あとなんか見栄えがするんですよね。どうしてもね、見たまんまの色を塗っちゃうと暗く見えちゃうんですよね。まあ、それはそれでね、渋くていいんですけども、なんか自分の絵がいつも暗いなって思う方は、思い切って実物よりワントーンだけ明るめの着彩を心がけてみてください。
ところどころね、こういう絵の具だまりをあえてこう作ってあげることによって、こう影とかね、あの葉の厚みとかをね表せます。水彩ってね、こうやって水の表情がすごい後でね見るとすごいみずみずしく見えるので、そういうとこが魅力ですよね。で、葉っぱもね、緑やーって言ってね、全部緑で一辺倒に塗るんじゃなくって、あの若葉は少し黄緑がかってるし、老いた葉ね、古い葉は少し深緑っぽくなる、そういう表情をそれぞれ見ながら素直に色作りして塗っていってください。それだけでもだいぶね、絵に変化が出ますからね。はい、ここまで来たらね、あの例の銅葉、銅っぽい色に見えるね葉っぱをどう描くかなんですけど、このようにマゼンタと黒と朱色をね混ぜたこんな感じの色、これをね使って葉っぱを描いていきます。でね、最初から先ほど作った色を塗るんじゃなくて、まず最初ベースはね緑で普通に塗っておきます。で、ちょっとね、このまだ濡れ切ってるうちにさっき作った色、これをね刺していきます。そうするとこうにじみ合ってね、本当にあたかも葉っぱがあの色変わってってるみたいに見えるんですよね。よく実物を見ながらね描いていきます。はい、どうですかね、こんな感じで色が入りましたけど、実物もあの葉っぱに近いですよね。ちなみに実物の葉っぱこんな感じです。ね、さっきの葉っぱの色に近いですよね。これはあの緑を先に塗ってからやらないと出せない色です。はい、ということで野いちごのスケッチ完成しました。まあ本当はね、もう少し書き込みしてもいいんですけど、今回はこの辺にねシンプルに留めておきたいと思います。で、見ていただいたらわかると思うんですけど、だいぶ薄塗りですよね。もう本当に軽く色をつけただけの感じになってます。ただでもやっぱり鉛筆デッサンをしっかりしただけあって、細かいところはね見やすいスケッチになったかなとは思いますね。ね、こうやってね、ちょっと途切れてしまった部分もちゃんとしっかり着彩しておきます。こうすることでね、まあ、大体この、こっから始まってるっていうことはね、後でわかるので、便利です。はい、それではね、若干ちょっと急ぎ足になったんですが、野いちごのスケッチ、一部始終見ていただきました。まあね、着彩って言っても、本当に僕のスケッチでは本当に特別なことはしてません。もう、色をしっかり見て、その感じた色を、塗っていくっていう塗り絵みたいな感じですね。線がしっかりしてるので、これからもねまだ自粛が続くと思うんですけども、皆さんお気に入りの花をね、切り花とか植木鉢とかね、スケッチ、室内スケッチしてね、楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやす。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それでは、またお越しやすー。